メラメラと燃えてる炎を、それを聞いてみんなケラケラと笑う。あとラストの一連かずんか、おはい、どうもムジカでございます。はい、今日最近ね、あんまりできてなかったガチャを引かせる企画でキッズをまたねピックアップして誘っていきたいと思います。はい、4万人応募突破しました。ありがとうございます。ラップがめっちゃ上手いです。そのせいで変な身が見られる14歳です。あー、なるほどね。ラップボイス系はね、荒野行動相性いいんで、まあ、さらっと書いてある文章ですけどね、うん、まあ、企画としてはね、結構相性いいんじゃないかと。面白そうだなーっていう感じで、ちょっとこの子に久々にちょっとね、ピックアップして、あげてみようかなと思います。よし、入りました。はいはいはい、誰？すいません、自分の兄です。兄貴か。あ、はい。声似すぎだろ。似てますか？めっちゃ似てる。てかめっちゃ課金してるじゃないですか。いや、無料配布のやつです、ほとんど。金乱暴も？あ、金乱暴も無料配布の時に10年で当てました。おお、やばい、えぐいっすね。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。いや、なんかさらっとした応募だったけど、ラップがめっちゃうまい、はい、めっちゃうまいですと。はい、もう最近もうそれ尽くしで。マジっすか。はい、僕が最近企画した荒野行動ダンジョンって昨日アップした動画なんですけど。ああ、まだちょっと見れてないですね。あ、そうっすか。敵が4人いて、で勝っていけば勝つほど賞金額が上がって、最終的には5万円ゲットできるっていう企画をやらせていただいてますので、もしモサであれば。あ、自分モサっすよ。マジっすか。はい、ガチキャリーしてもらっていいっすか。じゃあ、あ、大丈夫です、余裕で。14か。はい、14の割になんか落ち着いてますね。あ、なんか燃えてる。あれは僕の炎ですね。炎でフリースタイルやってもらっていいっすか。いいよ。フリースタイル、はい、炎で。じゃあ僕ビートやるんで。はい、いきますよ。チク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 ブンツッツッツ、メラメラと燃えてる炎を、それを聞いてみんなケラケラと笑う。だけど俺はペラペラしない、ペラペラしない、一枚の紙みたいに吹き飛ばされやしない。俺は強い心もグラフやってる、だからこそ生き残れる。イエーイ、イエーイ。ちょっと俺のボイスパーカッションうるせえなと思ったわ。やりますな。何でもいけるんですか。うん、まあ何でもは分からないんですね。今どんな感じで練習してんの。いや、普通にYouTube とかでフリーのビートとか探して、あの人ならこんな言い返しするなみたいなを思ってやってます。なんか駅前とかのフリースタイルとかでサイファーみたいなのやってんの。ちょっと子供なんでそういうのまだ参加できないです。いや、できるだろ、ストリートなら。いや、ストリート結構夜遅いんですよ、みんな12時とかにやってるんで。ああ、いるんだ。でも仲間内は、まあ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 。ムジカさんもラップできるんですか。いや、できませんね。ビートだけですね。そうっすね。ムジカさん武器あります。いや、もう完璧っす。おお。でも僕打たないんで。あ、打たないですか。はい。あ、僕が守るべきってことですね。そうですね。じゃあその守る感じでフリースタイル一つお願いします。この後どういう展開で持っていくかっていう、そのキャリーのフリースタイルお願いします。じゃあビートお願いします。いや、ブンツッツスッブンツンツクスブンツッツスッブンツンツプスブンツッツスッ。ムジカさんをキャリーする、俺の彼女はキャリーパンパミュー、お前みたい。いや、ちょっと待ってください。ちょっとちょ、キャリーパンパミュー言いませんでした。キャリーとキャリーパンパミュー、ちょっとダメですね。キャリーパンパミューでフリースタイル、フリースタイルお願いします。よし。歌手のくせに名前が言いにくい、あいつが憎い、俺は恨んでる、あいつを裏ではみんなクソだと言っている、こんなことを人前で言ったら怒られる、だから俺は自分で書く、したいってる、こんなことを人前で言ったら怒られる、だから俺は自分で隠してる。終わりですね。いやいや、よよ、俺のターン始まるかと思ったんだけど。あ、始まってください。ドゥン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 、よー、キャリー。キャリーパンプアンブン。ちょっとビート途中で止めるのだけはやめてもらっていいですか。地獄なんで。ムジカさん、ビートなくてもできるんじゃないですか。いります。僕はキャリーするんで。
任せてください。僕あれ乗ってるだけでいいってことっすよね、これ基本。あ、はい。おお、すげえ。ごっついですね。よいよ、無限と乗ってく、この、車なんだっけ、探検か。これなんだっけ、なんでしたっけ、なんだかわからないやつ。タイヤ、俺から見てると、タイヤが2本です。2本、イエー。いや、タイヤは4本。イエー。イエー。俺の端末 iPhone じゃない、iPad だった。イエー。おお、iPad すごい。俺 iPhone。イエー、マジお前雑魚端末。それでもムジカさんよりうまい。それは間違いねえ。ムジカさん弱すぎる。俺は弱すぎる。そう、俺の強みは課金だけ。課金だけ。大金持ってる。すげえやつ。いや、大金持ってすげえやつ。だけど実際中身はスカスカ。敵いた、敵いた。撃っちゃえ。ムジカさん撃っちゃえ。オッケー。任せろ。いけるいける。殺せ殺せ。マザーフッカー。マザーフッカー。死ね死ね。オッケー。入った。あ、もう一回やりますか。もう一回やりましょう。あの、僕ちなみに車から急に降りたりできないんで。あ、そうなんですか。ちょっとそこだけ。ボットベアっすね、これ。無限のキルレのせいじゃないの。僕のせいじゃないっすね、ボットベア。よ、俺のせいじゃねえぜ、ボットベア。無事かラップする前に降りろ。マジ忘れてたぜ、パラシュート。俺のこと二度とフォローすんじゃねえよ。いえ、フォローなんか誰もしねえ。お前はただ一人孤独にやってくだけ。いえ、俺は将来孤独死するぜ、このままだと。でもそんな死の後の言ってねえで、お前は早く制圧しろ。生前お前はなんて言うか知ってる、もっと社会に貢献してはよかったって言うさ。言うさ、丘サーファー。いえ、サーファーのように波に乗ってく、鮮やかに荒野をキャリーしてく、お前のこともキャリーしてくぜ、パミュパミュ。言いにくそうだな、もっと滑舌鍛えろよ。いえ、お前もさっき噛んでたぜ、俺は忘れねえぜ、一生。そんな細かいこと気にしてたら嫌われるぜ。いえ、俺はもう嫌われてるぜ、嫌われても自分の道を行くだけだぜ。そんなのただの綺麗事。綺麗事、お前は部屋が汚い子。綺麗事、お前が言ってるの、おままごと、ママに吸い付いてろ。いえ、俺は今でもママに吸い付いてる。お前はママをディスってるからマザーフッカーだぜ。よくわかんねえぜ。俺ママ大好きよ。Me too。 レベさんボーグ。お、Me too。 バーグですよね、僕の。僕がいることによってレブさんが大量発生するっていう。クソ強えじゃん、それ。クソ強え。お前のバグ、まさにチート、チーター。そんなん言うと炎上するからやめてくれ。マジこいつの赤赤バンバン白バン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 、ビッグバンみたいに打っていく。いや、ビッグバン、それはギンナン。ギンナン、公営コードの上の人。ギンナン。中の人、ギンナン。おー、ギンナン。武器あります？武器ありますよ、ショットガンちゃんと。ショットガン、ショットガン、ガンガン。ムジカさん、もうショットガン持ってれば大丈夫ですよ。はい、はい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 。僕がキャリーしますよ。え、もうショットガン捨てていいじゃん。あ、もう捨てて、もう捨てて。車はどこだ。いや、お前のセダンスキンなんだ、マジザコ。そんなこと言ってると殺されるぞ、このセダンスキンに。いや、お前はマジガチモサかもしれねえけど、セダンスキンも持ってねえ、無課金野郎。ゴミクズ。俺、この前結構したぜ。課金ボットがおりました。ボット様がいるよ。よよ、お前のせいで俺はボット部屋行き、マジで萎えるぜ、いつも通り。それは無限のせいじゃない。俺のは無限の妖精、無限の可能性を秘めてる。わけねえぜ、お前は何の可能性も秘めてねえ。課金もできねえ、ゴミクズ。今夜も下手、何にもなれねえ、チッカス。ちょ、ムジカさん、それは違いますよ。さすがにチッカスはひどいです。お前そんなメンタルでやってけんのか。フリースタイル。いや、僕もちょっと傷つきやすい性格なんで。それちょっとフリースタイル大丈夫ですか。ギリギリやっていけますね。もっと言われますよ。歯が痛い。ムジカさん、めっちゃ武器持ってますね。うん、もう取っちゃおうかなと思って。スカー、お前みたいなカスにはお似合いだぜ、スカスカ。そんなこと言ったらスカのこと好きなやつに怒られる。確かに。カニカニ、ヨー、カニ見てな髪型してんじゃねえよ。無限の可能性秘めてるカニ、カニに落ちろ、お前は。マジで任せろ、俺はボットベアだと最強、無双、ムジカです。じゃあ俺のムジカで
フリースタイルかましてくれよ。Yeah、ビートいくぜ。チク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 。無事か間近で見るとオーラが全然ねえな。 YouTube で見たのと全然ちげえ。お前はチンゲ吐いてね、ただのカス。わかるか、チンカス。いや、お前チンカス言っとるやんけ。チンカス使っとるやんけ。言うのはいいんですよ、言うのはいいんですよ。よ、じゃあお前のガチャ引きて思いを聞かせてくれよ。ブッツッツッツッ。 OK、ガチャが引きて、ジュース金何も持ってない。俺はムジカさんが好きだから、好きで滑るみたいにネタが滑るわけないだろう。ムジカ、お前にかけるフリースタイル、スタイルは決まってない、だからフリースタイル。 Yeah Yeah。 はい、じゃあルーレット引いてください。 OK、 スタート。あはん、ストップ。イェイ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 。おっ、1万円来ちゃった。マジっすか。うん、オッケー。やっぱ俺が持ってる運、そういうところが肝心。お前家で書いてる漢字、イェイ。ガチャ引いてる間ずっとラップだからね。はあ、わかりました。オッケー、1万円入りました。イエス。俺嘘つきじゃねえだろ。はい、ムジカさん大好き。いや、課金してやつ、課金したやつ、みんな俺のこと大好きっていう、課金してねやつ、俺のこと煽る、ディスる。お、そんなやつ許さん、俺が全員マッショウ。はい。しましょう。引きましょう。何引きますかい？何引きますかい？ああ、僕、ジュースキン欲しいんですよ。あの、フェアリーテールの。一回、10連それしてもいいですか？じゃあ、これ最後引きますわ。よし、じゃあどうしよう。フェアリーテールの。あ、メインの。1200のやつ。はい、オッケー。じゃあ引きます。いやいや、10連目。ズッドゥッドゥッ、10連当たれ。ポチッと押した、だが爆死した、何も当たらねえ。いや、2発目言う。あん、お、2発目は何を引こうか迷っている、だからマセラティ10連いきます。ポチッとスイッチ押した、お前と俺の立場もスイッチ、またまた爆死。どうしよう、どうしたらいいんだ。ダイヤだけが溜まってく、あとは武器ガチャも引く、それしかありえねえ。武器当たれ。いや、ちなみにお前の金券あと何枚？3680枚。全然あるじゃん、いけるぜ、ゴー。よし、武器ガチャ一回10連ポン。はい、爆死しましたとさ。イエーイ、もう一回10連ポン。またまた何も当たらない。もう一回、おー、どうしよう、もう一回ポン。もうクソだこれ、もうクソ、もうクソこれ。何しとんねん。80です。どうしましょう。ああ、こういう時は一回気を入れ替えた方がいいね。はい、じゃあ何を引きましょう。バトルパス行ってみましょう。お、バトルパス、バトルパスを単発でちょっと2発引いてください。はい、2発ですね。はい、1回目ポーン。スクショお願いね。はい、影の代理人グレー。いや、チケットなっちまったぜ、かわいそうなやつ。もう一回ポン、スプレー。いや、これでお前のガチャ運リセット。リセット。引きたいやつ引いてけ。よし、引きてやつマセラティ一回引きます。マセラティ、あ、フェアリーテールの限定ガチャいきます。いや、もう武器ガチャいきます。よし、これで決めます。ラストじゃないけどラストのポチ。おお、 P90 ドラゴンフォース。おお、イエイイエイ、やったやないっすか。あ、あ、あい、やったやないっすか。これから俺の愛獣 P90。 イエー、 P90、 お前さっき何も短期間銃使ってなかった、サブマシンガン使ってなかったけど、いいんじゃねえかい？はい、これからもう一回調子乗ってジュースキンガチャいきます。10連いかしてもらいます。ポチッと。
はいはい、エルザのストラップしか出ません。いや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 、ズンツツカズンツンカ、あと440単発だな。単発限定ガチャ行きます。ピカピカメガネルームカード、あとラストの一連をハンターライト 3K 当てました。え、ハンターライト 3K 当てました。ホームに展示いたします。もうこれ神引き、もう神引きですよね。あ、はい、どれ、ハンターライトってどれ、セナンスキン。はい、セナンスキンです。おーい、あーい、さすがムジカさん、やりますね。あは、あは。よかったじゃん。はい、ジュースキンも当たったし。はい、神引きっすよね、なかなかのね。オッケー、イエー、オッケー。じゃあ無限、今日のすべてをひっくるめてラップで締めてくれよ。チク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 プンチク、当たると思わなかった、まさかの当選。俺が病気に感染したみたいに、なんかガチャ引きまくった、しかも1万円、みんな見たの5000円の夢だけ、それをひっくるめてみんなに自慢してやるぜ。